おはようございます。簡単にあの自己紹介から、はい、お願いしていいですか。はい、寺中健吾と申します。今29歳で、仕事はホロスプランニングという、総合保険代理店に所属して、はい、35社の保険会社の代理店をやっております。29歳代理店ですか。若いですね。そうですね、はい、うちの会社の中でも最年少ですし、はい、周り見るとそうですね、最近は増えてきたかなとは思います、はいはい、僕のチャンネルは保険屋さんにちょっと有責な方とかにいろいろインタビューして話聞いてるんですけど、はい、ちょっと寺健さん、あ、ちょっと寺健さんと呼ばせてください。寺健さんといえば輝かしいなんか過去の経歴があるってイメージなんですよ。キラキラ系というか。そんなことないです。その辺もちょっと伺いながら、なぜ今こう代理店で営業やってるかとかも聞きたいんですけど、はい、ちょっと根掘り葉掘り暴いていきたいと思いますので、キラキラをドロドロの部分もちょっと良くないところもあれば、はい、全部話したいと思います。学生時代とかってどんな感じだったんですか。そうですね、はい、学生時代、小中学生、小さい頃の話に時を戻すと、はい、かなりやんちゃでしたね。やんちゃ？やんちゃでした。はい、もうそれこそ、はい、中学最後の時とかは、はい、本当に普通の公立なんですけど、はい、ピアスも開けてて、おお、意外っすね。茶髪のロン毛、めちゃめちゃ意外っすね。で、眉毛もなくて、はい、結構、まあ、やんちゃな感じの仲間とつるんでたのが中学生とかですね。そこから、まあ、いわゆる高学歴ってやれる、はい、大学ってどっちでしょう。大学早稲田。早稲田大学。はい。そこからだってヤンキーってあんま早稲田行くイメージないですけど。そうですね、僕自身はヤンキーではなかったんで、はい、ヤンキーと仲いい、あ、まあ、ちょっと特殊な存在ではあったんですけれども、それでまあ高校から実は早稲田の付属に入りまして、はいはい、でその入った理由も、まあ、たまたま勉強っていうことが好きだったので、中学生、中学の時、はい、ヤンチャしながらも勉強は大好きだったっていうのもあって、はい、まあ、すごい勉強はちゃんとしてたので、はいはい、まあ、大学も、はい、まあ、早稲田に行きたいなっていう思いがあったので、はいはい、まあ、そこに対して、受験なしで入れるような環境をっていうところで付属を狙ってきましたね。付属、中学の時から成績とかはもうかなり上位のとこにいらっしゃったんですか。そうですね、美術とか、はいはい、技術みたいな、はい、こう芸術的なものは全部2だったんですけど、それ以外あと全部5は取ってました。それ必要ないから最初から切り捨てたわけじゃないですか。いや、切り捨てない。打算的にやったんじゃないですか。芸術センスの、かけらもなかったっていうところですね。はい。で、高校行かれて、はい、スポーツとかは、ちなみに。そうですね、はい、中学まではサッカーと水泳をやってたんですけども、はいはいはい、高校でアメリカンフットボールというスポーツを始めました。アメフト。はい、アメフト。なんでアメフトやろうと思うんですか。もともとは、それこそサッカー部、水泳部に入ろうって思って、はいはいはい、学校に入った、高校に入ったんですけれども、はいはいはい、サッカー部の雰囲気見に行った時に、なんかあんまり雰囲気良くなくて。どういう雰囲気ですか。なんかすごい、こう、先輩が、まあ、言葉を選ばず偉そうな感じで。上下関係すごい厳しいみたいな。そうなんですよ。はいはい、で、なんかこう、走らされ、ずっと走らされてるみたいな話を聞いたので、はい、ちょっとここ合わないかな、はい、そこまでの情熱はなかったなというところもあって、で水泳部見に行ったんですよ、はいはい、水泳部見に行ったらうちには水球部しかありませんって言われて、はい、で、まあ水球かといきなり、まあ結構スポーツ違いますちょっとそれはなんか合わないかもなっていうのもあって、はい、じゃあもう部活はやめて、まあ普通に生活を過ごそうと、はいはい、まあ文化祭とかが結構有名な学校なので、うん、まあ文化祭の委員会とか、うん、まあそういうのやろうかなって思ってた時に、うん、アメフト部のゴリラたちに肩を組み、拉致されて、はいはい、そのまま、まあ、当時の東伏見にあるグラウンドに連れてかれたのがきっかけですね。アメフトって普通の高校とかないじゃないですか、ね、はい、そういう早稲田とかなんか慶応とか、はい、エリートたちの人がやるイメージなんですけど、きっかけはじゃあまあそういう強引というか結構やってみたら面白かったパターン。そうですね、最初強引にまあ連れて行かれたのは強引だったんですけれども、はいはい、まあ、やりたいって思ったのはやっぱり自分からで、はいはい、でうちの高校が結構強かったんですよ、はいはいはい、歴代的にも、はいはい、で、当時アイシールド21っていう漫画が流行ってて、はい、で、まさにあそこで出てくるクリスマスボールっていう、はいはい、まあ全国大会の決勝戦あるんですね、それ、はい、っていうのがあって、はい、それに実際出てた高校なんですよ、はいはいはい、うちの母校が、はいはい、まあ、漫画で見たことあるクリスマスボールの、うん、でテレビの放送、うん、テレビの放送が新入生歓迎パーティーの時に流れて、
そこで、あ、日本一目指す環境って面白いかもなっていうふうに、こう情熱がガーって出てきて、テレビにも出たいし、雑誌にも載ってみたいし、ちょっとモテるんじゃないかとかっていう気持ちもあって、でも何より、本気でぶつかってる先輩たちを見たときに、あ、この人たちかっこいいな、ついていきたいなって思ったのがきっかけですね。でも練習はきついんですか、やっぱり。練習めちゃくちゃきついです。やっぱきついんです。めちゃくちゃきついです。なんかイメージがなんか全然湧かなくて、はい、今までその選択肢がやっぱ普通の人ってないと思うんですよね。まあちょっとアメフトイコールエリートみたいなそんなことないですよ。で勉強もまあできて、スポーツも、ね、うん、そこで精神的なものもやっぱ養われる。そうですね、まあ、精神的なものはもちろん、はい、あのハードなスポーツなので養われるんですけれども、はい、アメフトってやっぱり一番面白いなって今でも思ってるのが、うん、派手に見えて結構作戦のスポーツなんです。ずっと準備のスポーツだって言われていて、はい、作戦カードを何枚持ってるか、はい、でその一回一回こう相手と手札をこう見せ合って勝敗をつけていくみたいな、はい、まあ、そんな感じで自分たちのこうなんだろうな、武器をしっかりと磨いたりとか、はい、相手の作戦っていうのをしっかりとこう分析をして試合に臨むことで勝率ってかなり上がるんですよ、うんうんうん、で僕自身はそういったあの作戦面を考えることっていうのが得意なタイプだったので、それがかなりぐーっと伸びて、まあ、社会人までこうアメフトをやり続けられた、トップレベルでやり続けられたっていうのがあるかもしれないですね。頭をすごい使うんですね。使います。それが理論をこう養われたりとか、はい、戦略ですよね。いわゆる営業とかにも役に立ちます。そうですね。早稲田大学でもアメフトやられて、でその後就職されると、どちらに就職されるんですか。損害保険会社の東京海上日動火災保険という会社に。東京海上ってなんか就職したいところのナンバーワンとかじゃないですか。そうですね、はい、ちょっと前ナンバーワンになってました。もう本当に絵に描いたようなこう人生の成功街道をこうエスカレーターでこう登ってる感じですねいやもちろんたくさんいろんな挫折はしていて、で例えば就活においても、はい、実はあんまりうまくいかなかったんですよ最初。そうなんですか。はい。で実は僕就職浪人で5年生やってて、はい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 、で1年間まあダブってるというか、はい、大学多く行ってるんですよね。でじゃあその大学4年生の時の就活ってどういうふうにやったかっていうと、うん、まあよく何も考えずに憧れだけで、うん、はい、勝者しか受けなかったんですよ。うんうんうん。で、勝者メインにバーってエントリーシート出して、はいはい、テストセンターとかあると思うんですけど、はいはい、あれでほぼ全滅しまして、それもちゃんと準備しなかったんですよね、はいはい。なんか勢いでいけるんじゃないかと思ったら何も起きなくて、うん、やっぱりやるべきことやらないと結果ってついてこないなっていうことも学びましたし、周りからは、テラケンが就活内定できなかったのみたいな感じで。イメージとはやっぱ違ったってことなんですね。周りからしたら余裕そうな、はい、テラケンは優秀だからそうですって言われてたものが、やっぱりそんなキャラクターとかじゃうまくいく世界じゃなくて、キャラを知ってるキャラ重視だったんです明るいキャラみたいな。そうですね。まあアメフトにおいては論理的だったんですけど、就職活動においては全く論理が用意できてなかったので、まあそれですごくまあ悔しい思いをして、はいはい、まあ親にも頭を下げて、はい、まあ、5年生やらせてほしいという話で5年生やりました。でその学生までの一番なんかその挫折みたいなところっていうのはその時ですか。実際どうですか。まあ挫折と捉えてないので、はい、あんまり挫折したなっていう経験は、はいはい、なかったんですけど、はい、一番最初にわ悔しいなって思ったのは、はい、大学入学して。うんうん、一切試合に出してもらえなかった時は結構ショックが大きかったです ね。高校からまあずっとアメフトやってるっていうので、はいはい、早稲田の付属なので、はい、まあ監督たちはまあ僕のこともみんな知ってて、うん、で僕は高校2年と3年で、うん、日本一になって2連覇してるメンバーの中心格だったので、はい、まあ、それなりに大学からも評価されてると思ったんですよ。でもやっぱりこう体が小さくて、うん、線が細かった。大学生と比べると、やっぱり一ランク体が小さかったっていうのもあって、周りの、高校の同期たちは、みんな、どんどん1年生から試合出させてもらってるのに、僕だけ、新入生とかと同じ枠で練習させられたこともありますし。ちょっと屈辱的な。はい。あれは本当に悔しかったですね。そこからたくさん練習して、体も大きくして。そうですね。まずそこの体が小さいっていうことが課題なのであれば、身長を縦に伸ばすことは不可能なので、まあ横にしっかりとフィジカルをつけるトレーニングを誰よりもしましたし、じゃあ小さいんだったら、その小さいことをどう武器に変えて、誰よりも低く、早く、鋭くタックルができるようになれるかっていうところを、まあ逆手に取ってやろうと思いましたし、まああとは、それこそさっきの戦術面。これはもう本当に誰にも負ける気がしないんですけれども、そうやって、
あの自分にしかない武器っていうのを、はい、まあ磨き上げた。まあ、それによって、1年の後半からは普通に試合に出させてもらえるようには、半年間でキャッチアップできたかなと思って。なるほど。ここでやっぱりこう、心折れずにしっかりこう立ち上がるっていうのはもうそこでじゃあ養われたというか。やっぱり折れても始まらないので。どの業界にも言えることですね。そうですね。これは本当にエヌマの仕事にも通じてると思います。まあさっきの話に戻りますけど、なんで東京会場されたんですか？その商社に最初いろいろね、応募エントリーしたりだと思うんですけど。1回目の就職活動の時は、まあ商社、うんうん。まあこれは完全にミーハーな就活。はい。憧れだけ、かっこよさそう、モテそう。まあ、そうですよね。大体、そんなもんですよね。で、まあ真剣にいろいろと考え直した時に、はい、まあ自分自身が何がしたいかっていう答えが正直なくて、はい、社会において。じゃあ、どういう環境で過ごしたいかっていうことを考えたんですよ。はいはいはい、基本的にはいろんなことが経験できそうな、うん、まあ、あの会社、はい、例えば、B2B 自分の会社から外に向けた業種の接点が広い、うん、チャンネルが広いような会社、はい、B2B の企業では損保が浮かんだりとか、はい、まあ、それこそ商社も浮かびましたし、うん、電通も浮かびましたし、うん、であとは電波くんも浮かびましたし、あとはそうですね、 B2B の素材メーカー、はいはい、日鉄とか、はい、AGC とか、うん、まあそういったキーエンスとかも受けてやってたんですけど、まあ基本的には業界ナンバーワンしか行きたくないですっていう話をしてました。そのジャンルの中で、まあ、一番の企業ですよね。はい。はい、それはやっぱり自分自身が、まあアメフトでありがたいことに日本代表にも学生の時に。日本代表だったんですか？あ、そうですね。それ早く言ってほしかったです。すごいっす。忘れてました。忘れなかったです。そうです。アンダー19と、アンダー23の、まあ、日本代表のメンバーに選んでいただいてて、はい、まあもちろん学生の、人数が少ないので、うん、他競技に比べたらハードルはもしかしたら低いかもしれないんですけれども、うん、まあ日の丸を背負って試合ができたっていう経験。はい、で、そこに、あの親を、はい、まあ海外旅行を兼ねて、世界大会に連れてられたっていうのがいい経験だったかなと思ってます。世界大会に。はい、親を、親孝行ですね。そうですね。で、そう、そんな中日本代表の経験があったので、うんうん、大学の中では自分はやっぱり唯一無二の存在になれたかもしれないんですけれども、はいはい、じゃあ代表に入った時に、やっぱり皆さん上手な選手が多くて、はいはい、やっぱりヒリヒリするんですよね、うんうんうん。自分が試合出れなくなったらどうしようとか、なんかそういった、まあ、環境っていうこと、はい、すごい大切だなっていう理解をしてたので、まあ、そういうふうに選んでましたね。それで、はい、東京会場に入社されましたよね。はい、入社しました。どんな仕事するんですか？そうですね、はい、東京会場の部署の構成としては、はい、大きく営業と損害サービスっていう2つのジャンルにまず分かれます、うん、で営業は営業、うん、で、代理店営業と言われて、うんうん、いわゆる、まあ、今自分が勤めているような保険代理店に、はい、うん、まあ、東京会場の商品をプロモーションしたりとか、はい、まあ、基本的には保険を売っていただく仕事、うんうん、まあ、サポート業務をしてました、はいはい、で損害サービスはもう本当に出口、はい、保険を使えるか使えないかとか、うんうん、どれぐらいお支払いできるかっていうところをこうオペレーションするような部署が大きく2つに分かれてるんですけども、はいはい、僕は営業側にいて、うんうん、特に、担当してたのは自動車ディーラー、あの日産さんとか、マツダさんとか、はい、ああいったところの店舗に行って、うん、その営業マンの方々が、うんうん、自動車を販売するときに、一緒にこう自動車保険も、うん、あのお客様のためにご提案してもらえるような、うん、その後ろのサポートをしてました、うん、当時は。営業の人にまあ営業してもらうというか、商品を売ってもらう。そうです。我々の業界はソリシターさんっていうんですけど、はい、まさにソリシター業務ってことです。まさにソリシター業務。どうでした、仕事は。正直、はい、あんまり面白くなかったですね、すね、当時は。はい、まあ、なんで面白くなかったかっていうと、うん、大学生の時に情熱をかけて、うん、結構休まなくても喜びを感じる。うん、まあ、それこそ休まないでトレーニングしたり練習したりとか、はい、仲間も気が合う仲間がいっぱい横にいてっていうような、はい、こう大学生の時の環境と、うん、その社会人1年目の環境の自分をすごい比べてしまっていて。結構社会人の時のが緩かったというか、東京会場入った時のがなんか楽的な感じだったんですか？うん、まあ、体的には楽でしたけれども、はいはい、まあ、どうしてもなんかこう熱量が生まれなかったんですよね、そのソリシター業務に対して、はいはい、なので気持ちが乗らないので、もちろん体的には楽なんですけど、精神的には全く楽じゃなくて、はい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 、ずっと自分が
やりたくないつまらない仕事をやらされてるみたいな、よくある社会人1年目の、まあまああるあるというか、そうですね、はい、学生病が抜けてないような感じの流れで入ってしまったので、もう結構熱い男だったんですね。そうです、熱い男です。その時からというか、はい、でその情熱がないまま仕事を1年間、まあ1年半ぐらいはしてましたね、当時。仕事のやりがいがあるないは、業種とか、ね、やる仕事によって本当に変わってくると思うんですけど、東京会場を務めて、僕の勝手イメージなんですけど、はい、まあみんな持ってるイメージだと思うんですけど、もう無双状態にモテるんじゃないかっていう。その顔で、高学歴で東京会場で、もう堀道街とか行ったら全員、いけるみたいな。多分うちのチャンネルによく出てる新井慎吾とかにその権限渡したら毎日コリド行って多分ダメな人間になっていくんじゃないかなと思いますけど、はいはい、持ってましたやっぱり。はい、持っててたかどうかが実際分からなくて、はいはい、あ、そうなんです。これが なんでかっていうと、あの僕コリドから遠く離れたから住んでたんで。そうなんですよ。そうなんです。はい。コリドが近くにあったらもしかしたら行ったかもしれないけど。僕あの最初に入った配属先が、はいはい、あの岩手県盛岡市だったんです。うわー、全く発揮できないそうなイメージですね。そうで、あの、まあ、例えば遊ぼうと思って遊あの岩手で遊ぼうとするわけ、うん、するじゃないですか、うん、でしたとしてもあのやっぱり飲む場所が一つだったりするので、同じ社員の人とか、はいはいはい、お客さんに誰に見られてるか分からないので、はいはいはい、変な遊びもちょっとできないんですよ。よくあの、教員さんとか、警察官が、街でなんかやるとみんな見てるみたいな。そうっす。ああ、いう感じだった。そういう感じだったので、ほんと狭い世界で生きてたので、はいはいはい、まあそういったなんかモテてきたなみたいな感じはもう一切ないです。いや、もうすごい好感度上がりましたね。ありがとうございます。そうなんです、はい。で、東京会場は、結局何年ぐらいいらっしゃったんですか？東京会場は1年11ヶ月。1年11ヶ月、はい、2年経つ前にやりました、はいはいはい、それで転職されたと思うんですけど、はい、まあ、プルデンシャル、なんでまた転職したんですか？決断も早いなって思うんですけど、その理由とかって。それはもう明確にあって、はい、まあ、あるきっかけで保険が好きになったんですよ。ほうほうほう。保険という商材、はい、ちょっと待ってください。東京会社入る前は別に好きか嫌いかは、はい、あの、まあ、別にそうでもなかったみたいな感じですね。一切なかった。なかった。なかった。はい、あの、それこそ業界ナンバーワンですし、はいはい、まあその自分の就活の軸に、あの、バッチリはまってたっていう部分と、うん、まああとはそれこそ、まあ年収帯も高く、うんうん、サラリーマンの中では高くて、はい、で、比較的、まあ、ブランドもあって、はいはい、親もあの安心できるような環境だったと思うんですけれども、うん、全然保険は好きじゃなかったんですよ。はいはい、で、それした業務になんでこう自分で誇りを持っててなかったかっていうと、うん、自分の扱ってる商材が、あの、発揮する価値っていうのを本当に真に分かってなかったからっていうのもあるんですね。うんうんうん、はい、で、2018年の7月、はい、まあ、あと入社してね、2年目の半年ぐらい経ったタイミングで、うん、まあ、大阪北部地震というものがあって、うん、で当時あの岩手に住んでたと思うんですけれども、はい、やっぱり保険会社が、まあ、ミッションとして掲げているのは、そういう震災が起きた時にスピーディーに、お金をお支払いするっていうことが保険会社のミッションですと。はいはい、で、基本的にはそういった事故対応調査っていうのは各エリア、大阪だったら大阪、熊本地震とかあれば熊本のエリアで基本的には現地対応をするんですけれども、はいはい、大規模災害になってくるとやっぱりスピーディーにお支払いをするというミッションが現地だけど果たせなくなるんですよ。ということで、各全国の部店から営業社員が自分の営業活動を止めて大阪に現地入りして、実際に倒壊しかけてる家とか、破損した、まあ、家財を持っているご自宅にピンポンしに行って調査して、その場で保険金をお支払いするっていう業務を経験したんですよ。いや、総動員で。総動員です、はいはいはい、本当に当時の大阪の街、夜に行くと東京会場の社員がいっぱいいるとか、保険会社の社員がいっぱいいるとかってことが起きるんですけれども、はいはいはい、なんかそういった、タイミングで僕はあの、うん、出張させていただいて、うん、岩手県から大阪に出向きましたと。うんうん、で、まあ、今それこそ熊本だったりとか、はい、東日本のようなインパクトがじゃあこの世の中にあったかっていうと、うん、皆さんの記憶からはもしかしたら薄れてるかもしれないんですけれども、はいはい、当時やっぱり現場に行くと結構な家がひび入ったりとか、うん、もう本当に食器棚がバーンって倒れてるようなご自宅に行ったりとか、結構ショックな、はい、結構こう本当に、まあ、見たくないと言ったんですけど、うん、事実こういうことになってるんだなっていうことも見えたんですね。うんうんうん、はい、で、やっぱりその中でもうすべて
あの、お支払いをしたいなというふうに思って、うん、本気でもう一つ、傷一つも 見落とさないように、しっかりともう、塀の中をくぐったりとか、うんうん、柱、まあ、外壁も、まあ、壁と、家と家の間の壁に挟まりながら写真撮りに行ったりとか、うん、まあ、そういう泥臭く、うん、まあ、一個一個の傷を見てお支払いをしたときに、やっぱりお客様がこう泣いて喜んでくださった経験があって、はいはい、で、まあ、その方は、70代のおばあちゃんだったんですけれども、はいはい、数年前にご主人様を亡くされていて、うん、で大きい家に一人で住まれてたんですよ、うん、でもやっぱりこの家がいつ壊れるかわからないから不安でずっと寝れなかった、はい、けれどもあなたが来てくれて今このお金を払ってくれるっていうふうに見せてくれた、うん、これがあれば安心して家の修理ができるし、はい、この夜もしっかりと眠れるようになるわ、ありがとうって言って、うん、本当に泣いて喜んでくれたことがあって、はい、でその方のご自宅を出た時にこの仕事って本当に素晴らしいなって実感したんですよ、うん、やっぱり保険っていう商材って、まあ、今までは代理店営業でしたけれども、はい、まあ、保険というものを扱っている中で形になるとこんなに素晴らしい、うん、無形商材ですけれどもこんなに形になると価値を発揮する商材なんだっていうことに気づいたときに、はいはい、この仕事もっとやりたいって思ったんですよね。で、そうなったときにやっぱり代理店営業という形だと、はいはい、お客様とこう直接接する機会ってほとんどない。そうですね、うん、まあ、やっぱりそれでやれば自分自身で、うんうん、保険の営業ができるもの、はいはい、で、損害保険ではなくて生命保険を選んだ理由は損害保険ってやっぱり自動車持ってない人には自動車保険がいらなかったりとか、うんうん、あの家持ってない人には火災保険がいらなかったりとか、はい、その人の人生の一部一部をこう守っていくような保険だと思っているんですけれども、うん、生命保険ってやっぱり人の体にかける、うん、そしてその人の体にかかったお金がその周りの家族の人生まで左右するっていうものかなっていうふうにじゃあ捉えたので、はい、自分はじゃあ生命保険で直接お客様にこう営業活動ができて入り口から出口のサポートまでできるような仕事がしたいっていうふうに決め、思ってプルデンシャルを選びました、はい、いや悩まなかったですか？その決断めちゃくちゃ早いじゃないですか。はい、まあ、プルデンシャルといえば、まあ、フルコミで、はい、保険業界は一緒といえどやること全く違う中で、うん、まあ、相当反対されたんじゃないですか周りから。そうですね、はい、あの親には泣かれました、ね、あ泣かれました、はい、泣いて、でもそれでも説得してっていう感じです。はい、どういう感じで、ね、まとまったんですか？このストーリーをちょっと話すと長くなるんですけど、まあ、母にプルデンシャルに泣いてもらったから行くわっていう事後報告をしたときに、まあ、今はもう亡くなってるんですけど、祖母と兄と、うんうん、まあ、僕と母、はい、まあ、4人でご飯食べてたんです、はいはい。で、そんな話をしてたときに、母がこう、まあ、何言ってるのって言って泣き出したと。うんうん、でそんな困難をしてたら目の前でおばあちゃんが喉に物詰まらせて救急車で運ばれたんですよ。うわー怖っ。その話を聞いてちょっとみたいな詰まらせたそれもあったかもしれないし偶然かもしれないですけど、うってなって本当になんかこう白目向いてあやばい、うん、本当にやばいと思って、うん、でそれで兄がいろいろバーッとすぐやってくれて救急車呼んで、はい、まあ、もちろんそこの場では事なきを得て、うん、まあ、病院に運びましたと、うん、で母はそのまま救急車に乗ってあの病院でまあおばあちゃんを待ってたんですけれども、うん、僕と兄はとりあえずじゃあその入院の洋服とか取りに帰らなきゃいけないからっていうので、うん、一回家に戻って、はい、兄ともう一回病院に戻ったんですよ、はい、車で。それで母がポツンと座ってたんで、うん、あおばあちゃん大丈夫だったって言ったら、うん、あ大丈夫だったよって、はいはい、でちょっと思ったんだけど、うん、あのおばあちゃん今見ていつ人は亡くなるか分かんないから、うん、あなたも好きなことやればいいんじゃないのって言ってくれて、はい、それでなんかこう腹くくれたわみたいなことを母が言ってくれて、で僕自身もまあそれだったら本当にまあ覚悟決めてるからそこはやるよって話をして家族の背中は押してもらったっていうのはエピソードとしてあります。なんかお友達とかの反応はどうだったんですか？周りの友達もあのまあプルデンシャルっぽいなとはもともとポテンシャルあった言われましたし、でもやめた方がいいんじゃないのって言われた友達も何人かいます。まあそういうイメージあります、ね。はい。まあそこでやめるようだったらそもそもね、はい、やめた方がいいですしね。そうです、ね。みんなそれは引き止められてやってるって世界、はい。それでプルデンシャルにまあだいたい2年目っても行ったってことですよね。どういう活動とかその時の成績とかもいろいろ聞きたいなと思うんですけど。そうですね。当時25歳で入社をして、
で、まあ、本当に楽しかったんですよ。はいはい、本当に楽しくて、うん、で、まあ、成績もそこそこ良くて、はいはい、それこそ1年目に関しては、社長杯と言われる、はい、まあ、プルデンシャルの表彰式ですよね。はい、社長杯って、どれぐらいやれば入れるんですか？わかりやすく言うと、はい、被保険者とかが、まあ、被保険者数とかもいろいろあるんですけども、はい、AC で言うと、プルデンシャルの支出で1000万ぐらい。1000万、手数料で。手数料で。はい。っていうイメージですね。はいはい、で初年度から行けて、でまあ順風満帆かなというふうには思って。じゃあもう1年目からその東京会場の時の給料はもう超えた、余裕で超えたんで。あ、そうですね、うん。それは超えてましたね。転職しても大成功じゃんみたいなパターンする。そうですね。はい、はいはい。まあまあ楽しく、はい、まあ行ってよかったねっていうふうには言われてましたね。はいはい、で2年目に入るタイミングで、はい、コロナ。はい。になって、最近ですね。コロナになりまして、うん、営業活動ができなくなりましたと。うん、で、やっぱりこう、売れてる人たちの思考って、うん、やっぱりそこでコロナがあって、みんなが動けないからチャンスだと捉えると思うんですけれども、はい、今ではそれ理解できるんですけれども、うん、当時の、まあ、自分はちょっと1年目ガーって駆け抜けたこともあって、はいはい、ちょっと息切れしちゃったんですよ、はい、そこで、はいはい。で、コロナだし、みんな働けないし、まあ休めるかと思って、うんうんうん、それこそ本当ずっとHuluとかNetflix見ちゃいましたし、あ、はいはい、まあなんかそういった意味ではまあ言い訳作ってサボってしまったことがまず2年目の最初にあって、うんうん、はいはい、でやっぱりそこから今まで入ってたアポも全部キャンセルしてるので、うんうん、いい感じで回ってた中でコロナで止まっちゃって、うんうん、そのアポもまた入りづらくなってたので、そこをこう、うん、思ったようにこう新しくこう立ち上げていくっていうのが、まあ、苦労したなっていう記憶はありますね。で、そんな困難をして、もちろん、そこからいろいろ回るようにはなってきて、2年目は MDRT には入会させていただいて、はい、でただ社長杯は、会社の社長杯を落とした、ね。MD 入りこう社長杯に入れるってわけじゃないんですか？そうですね。MD の方がちょっとハードル低いです。ちょっとだけハードル低かったですね、当時は。でもまだ全然こう右肩上がりというか、はい、そこまで落ちてないですよね。そうですね、まあ、ちょっと苦しい思いもしましたけれども、まだまだ全然やってたタイミング で、はい、でやっぱり3年目のタイミングで、ここがまあプルデンシャルを出るきっかけにもなってくるんですけども、はい、自分の商品を、まあ、若干信じれなくなってきたんですよ、うん、はいはい、自社商品を、うん、でやっぱりプルデンシャルという会社は僕大好きですし、はい、今でも大好きですし、うん、素晴らしい会社だと心から思ってるんですけれども、うんうん、やっぱり一種専属っていう形の形態をずっと昔から取っていて、はい、その一社の商品だけで、まあ、お客様にコンサルティングをするということだと思うんですけれども、うんうん、やっぱりそこで、まあ、ある方との出会い、代理店の方との出会いで、はい、まあ、実は他社の商品入ったんですよ、プルデンシャルいながら、自分自身の保険を、うんうんうん、結婚もそのタイミングぐらいでしたので、はい、まあ、自分が他社で入ろうって思って他社で入ったね。それはどういう、何保険ですか？死亡保険、就業不能保険。あ、就業不能、まあ、結構就業不能はね、会社によってやっぱりだいぶ違いますもんね、社内条件が、うん、で、あ、もう外見たらこんなにいい商品あるんだ、うん、あ、その時に知ったんですね、はい、はい、もちろん、まあ、東京会場に行ったので、うん、安心生命の商品とかもなんとなく分かってはいたんですけど、うん、はいはい、やっぱりプルデンシャルで本気で生命保険のことを勉強して、うん、その上で他社商品見た時に、うんうん、あ、こんなに違うんだって、うんうん、保険ってパーセンテージほぼ変わりませんとか、はいはい、数パー数万円の世界ですみたいな話をしてたんですけれども、うんうん、だから担当者なんですって話をしてたんですけど、うん、いや、そのレベルじゃないなって思ってしまったんです、うん、本当に何千万変わってくる可能性がある、はい、ですね、あります、うん、で、支払えるか支払わないかとか、うんうん、いろいろ、それこそP 面とか、免除特約の要件とかも全く違うじゃないですか。うんうん、で、そこをこう、目を広げたときに、うん、自分の商品売れなくなっちゃったんですよ。はい、で、そうなってくると、例えば、ドル系の話とか、うん、そういう話だったら、プルデンシャルに預けてくれればいいんですけど、第三分野、医療とか、就業不能とかは、他社の方が強いので、うん、もし、ご加入に興味あれば、つなぎますので、っていう営業活動してたんですよ。はいはい、最後、はいはい。マネージャーとかに怒られそうですね。売るの。今だから言うだけで、当時は言ってなかった。いや、ね、それはそう、はい。で、すごいそういった意味で足が止まってきて、うん、代理店っていいなみたいなのがぼやっとある中で、うん、でもやっぱり自分はプレゼンシャルで、はいはい、お客様をこうずっと担当し続けるっていう約束もしてるし、うんうんうん、好きだし、はい、いようって思ってたんですけど、うん、代理店で、はい、まあ、
三笛さんのチャンネルにも出られてる伊藤理沙さん、はいはい、ですね。伊藤理沙さんと、まあ、ちょっといろいろ話させてくださいとかって話した時に、あの伊藤さんにもうズバッと、あの商品で悩んでても仕方ないから、はいはいはい、それは君が変えられることじゃないから、はい、そんなことに悩んでても仕方ない、はいはいはい、お客さんのためを思って代理店に出るっていう決断も一つだよっていうアドバイスをいただいて、でその時も僕プルデンシャル好きなんで出たくないですって言ったんですよ。ちょっとわがままな感じで相談に行っといて相談行って何プルデンシャルかいみたいな、そうそうそう、結局お前そこいるんかいみたいな、そうです。TOT の伊藤さんにはやっぱそんな響くはずもなく、あのスパーンって伊藤亮太されて、なるほど、ね、で本当にそこがあの人生の分岐点だったかなと思ってて、はいはい、本当に代理店の素敵な方をいろいろ紹介していただいたんですよ、うん、最初は本当にこう伊藤理沙さんスタート、そうです、そうなんですね、うん、そうなんです、はいはいはい、でその伊藤理沙さんにいろいろとご紹介いただいて、もともとプルデンシャルですごい活躍されてた方とか、うん、代理店の世界ですごい活躍されてる方っていうのをたくさん紹介していただいて、はいはいはい、それで、あ、代理店ってこういう世界なんだっていうことも知れましたし、うんうんうん、もしかしたら、あの、今自分がいるプルデンシャルの環境よりも、お客様に対して長きにわたって価値提供をし続けられるのがこっちなのかもしれない。うんうん、保険を辞めるっていう選択肢は一切なかったので、はいはい、そういった意味では、保険屋さんとしてどうプロフェッショナルを目指すかっていうのが、代理店の方がハマりそうだなって思って、あの、出る決断をしたっていうのが3年目の終わりですね。結構即断即決タイプですね、本当に。そうですね。はい、多分、うん、分かってたんですよ、うん、自分でも。心の中では、はい、僕は奥底には代理店行った方がいいみたいな。そうです。もともと東京会場なのに、うん、代理店営業してたのに、うん、今は一社だけですっていう話。はいはい、で担当者が担当者がって言ってても、うん、代理店も担当者つけれるんだっていうところって、うん、やっぱり知らなかったし、はいはい、まあ、そういったものを知った時には、ああ、なんかこう言い返すあれないな、みたいな。あの、担当者も良くて、うん、あの商品も使ってれば、あ、そうです、ね、それはお客さんのためになるなっていうことは分かってたんですよ、はい、うんうんうん、分かってたことを最後背中を押してくださったのが、はい、伊藤さんだったんですね。いや、それ本当意外になったんですけど、まあ、今、はい、梅澤美桜さんのところにいらっしゃるじゃないですか、はい、まあ、そのあたりの経緯もどうしてこう、まあ、いろいろ話聞かれたと思うんですよ、なぜこうホロスプランニングさんに行かれたのかっていうところもちょっと聞きたいなと思います。ありがとうございます、はい、まず伊藤理沙さんには、はいはい、梅澤さんと伊藤理沙さんと直接、まあ、はいはい、あの仲良しなんですけれども、うん、僕直接つないでもらってないんですよ。え、あと伊藤さんから、はい、梅澤さんはダイレクトに紹介なかったってこと、はい、そうです、そうです、なんでですか。寺中健吾に梅澤美桜はまだ早いちょっとレベルがまだ足りないから、そうそうそうまだまだ早い、フィルターがかかったんですね。そうなんですよ、はい、まあ、当時、はい、今でこそこんな感じですけど、はい、やっぱりザ・プルデンシャルっぽくて、ああ、もう2ブロックとかも2ブロックの刈り上げ で、ね、でもうなんか、まあ、眉毛もピシッとやって、はい、ギラギラ感じだったんですけど、はい、まあ、そういったところで、あの最初は梅澤さんつないでいただいてなくて、はいはい、でいろんな方に会ってたんですね。で結局トータルで代理店は10社ぐらい、うん、あの見させていただいたんですけれども、うんうん、まあ、その中で、まあ、いわゆるその代理店 の、 そのコミッションの、はい、まあ、レートの話だったりとか、うん、ボーナスの、はい、まあ、開示とか、うん、まあ、そういったところももちろん、うん、あの大切にしてましたし、うん、あとはコンプライアンス的な、うん、会社としての組織としての体制整備ができているか、うん、なんか損保屋さんっぽい目線ですよね。すごい、スタートがやっぱ損保屋さんだったから、その辺結構しっかり見てたところですか。そうです、まあ、そういったところももちろん見てましたし、うんうん、あとはやっぱりこの人についていきたいって思えるかどうかっていうところの軸でも、うん、見てたので、うんうん、それで結局最後は10社ぐらいかな、合計、うんうん、あの代理店見に行ったんですよ、はい、代表の方だったりとか、うん、その代理店のトップ営業マンの方だったりとか、うんうん、いろんな方にこうお会いさせていただく中で、はい、最後本当にどん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 ご紹介していただきながら出会ったのが梅澤美桜さん、はい、ラスボスに与えたみたいな、ラスボスって言い方が出たってはね、それは答えましたねまあでもラスボスだと思います本当に、あの順番でいくと、うんうん、で、あの時の梅沢さんについていきたいなって思った気持ちが、うん、なんか梅沢さんが売れてる理由なんですよね。でそれは今だったら理解できるんですけど、はい、当時はやっぱりそういうことも気づけなかったんですけど、はい、まあ、感情的にどういうふうに動いたかっていうと、うんうん、この人と一緒にいたら人生変わるんじゃないかと思ったんです。もうそう、オーラみたいなところから感じ取ったところですね。そうです、はいはい、で
すごい細かくヒアリングしてくださって、うん、僕自身が歩みたいキャリアだったりとか、うんうん、それこそもっと過去の話とか、うん、親に対する思いとか、うんまあ、そういうところも全部全部聞いてくださいましたし、はいはい、あとはそれこそプルデンシャルでできたこととかできなかったこと、うん、悩んでること、うん僕が大切にしてきたことっていうのも全部聞いてくださって、うん、でそうなってくるとやっぱり自分ももう心が裸になってる状態だったんですよね、はいはい、さらけ出したんですよ。で本当にその場で泣きそうになりましたし、やっぱりそうやって金銭を触れさせてくださる方、うん、ではさらに君は売れると思うよって言ってくれて、うん、で最後、まあ、捨て台詞のように、はい、来たかったら来ればいいんじゃないのっていう、あクロージングしないんですね。で本当に、はい、あもうこの人だな、もう実は梅沢さんに会う前って、うん、9割ぐらい他の代理店行くの決めてたんですよ、うん、そうなんですね。そうなんです、はい、でそういう状態で行ったんですけれども、うん、まああとは実はまあもう一人梅沢さんと、まあ、同じぐらい、まあ、すごいトップ営業マンの方がホルスにもう一人いらっしゃるんですけど、うんはいはい、その方にも一緒に会わせていただいて、うん、でそこのその方にもまたついていきたいなと思って、はい、この2人についていこうって思って決めたのがホルスプランニングですね。本当にこう冷静にこう、ね、いろいろ体制整備とかもそうですし、まあ、働いてらっしゃる方とかもこう冷静に分析されてらっしゃって、自分の、まあ、いわゆる戦術に完全に当てはまった。じゃあもう、行くべきしていたんです。そうですね。引き寄せられた。はい、すごい説得力あります。なんか勢いで決めてるわけじゃないですもんね、しかもね。そうですね。まあ、正直、プルデンシャル行った時は、勢いもあったんですよ。大体、がっちり強めの握手交わされて、入社決めるみたいな感じです。まあでも僕、実は、志願兵ですからね。志願兵、言いますよね、そのプルデンシャルさんの用語で。そうです。志願兵って、自分から入りたいですっていう人を、そう、志願兵って。志願兵。怖いな、もう。軍隊形式みたいな。怖いです。そうそう本当にそれで、はい、まあ、一社しか見なかったっていう反省があったので、はい、まあ、やっぱり、いろいろ見てみようっていう。はいところで戦略を、はい、選びましたね。はいはい、ホルスさんに入るって今どれぐらい経ったんですか？1年と2、3ヶ月ですかね。あ、はい。去年の1月なんで。プルデンシャルさん時代の成績と比べてどうなんですか今？何倍になったんですか？え？本当ですか？そんなに？そうですね。まあ、ピークの時と比べたらってあれですけれども、うんはい、最終年度、うん、なので2年前の成績と比べたら、うん、リアルに5倍とかはいってると思いますね。去年はだから1年目でってことですね。そうです。何月入社ですか？2022年1月入社です。COT とか ?COT の、手前ぐらい。手前ぐらい。はい。じゃあもう、いらっしゃい、収入も何倍もみたいな。そうですね。収入もどれぐらい、4倍ぐらいになったかな。何が変わったんですか？いやもう明確に変わったことってあったんですか？そうですね、はい。明確に変わったこと、はい、うん、あり方かなと。あり方なんだ、やっぱり。そう、やっぱりでも、うん、そこだと思っていて、うん、でその、売ることもなくなりましたし、うん、自分がどういうふうに生きたいかとか、うん、どうありたいかとか、うん、どういうふうに人と接してたいかとか、はい、まあそういったところもすごく見直しましたし、うんうんうん、やっぱり一つ一つの行動を丁寧に行動し続けることっていうのが、すごく、まあ、自分の中では大きく変わったことかなと思ってます。はいはいはい、で、まあ、保険屋さんになんかこう、お伝えして、おって思ってもらえるので言うと、うん、それこそ保険の売り方も多分変わったと思いますし、うん、商品の勉強も死ぬほどしてますし、うんうんうん、なんかそういった意味では、そう、あり方スタンスが大きく変わったんじゃないかなっていうふうに思います。今、梅沢さんの弟子じゃないですか。はい。そのやっぱ教えがありきってことですか。こう、もうこういうことをしていこうみたいな教えって結構あるんですか？基本的にこういうことしていこうっていうことは、うん、言ってくださるんですけれども、うん、全部事細かに具体的にこういうことをやりなさいとは絶対言わないんですよ、うんうん、なんか考えるヒントをたくさんくれるんですよね、はいはい、なのでそれをもう素直に全て吸収して受け取って、うんはいはい、全て行動に移すっていうことはこの1年間やり続けて、うんまあ、あるセミナーで言ったんですけれども、うん、もう脳内を梅沢美桜に取り替えるっていう、はい、もうなんか毎日動画見てるとかって言ってましたね。毎日見てます。美優さんの動画も何回見たかわからない、ね。まあ、プルデンシャル時代の時とかは、今日比べると活動自体もまるっきり違うんですか？まるっきり違いますね。うんまあ、その商談の仕方とかも違ったりとか、はい、もう、プライベートっていうか、毎日の生活も違うんですか？その。そうですね。うん、まず商談の仕方で言うと、はいはい、トークスクリプトを準備しなくなりましたね。え？
プルデンシャルさんはガチガチってイメージありますよね。はい、うん、あのやっぱり研修もトークスクリプト固めてからそれを話すっていう、うん、まあ綺麗なストーリーにはなってるんですけれども、はい、そういう中で今はイレギュラー対応ができるようになるんですよ、はいはい、やっぱり本当に目の前の方と対話をしてコミュニケーションをしてもう何が聞きたいかも聞きますよね、うんうん、最近は、はい、どんな話が聞けたら今日あの寺中と会ってよかったなと思いますかとかそういう話ももちろんした上で回答が返ってきたらそれに対して自分のまあ持ってるものをあのお伝えするっていうだけなので、うん、もちろんあのこれ梅沢さんのあれなので言っていいのか分かんないですけど7秒センテンスっていうふうによく言うんですけれども、はいはい、7秒で分かりやすく相手に伝わる言葉を何百個も何千個も用意するんです、はい、トークのその流れじゃなくて、はいはい、センテンスをたくさん抱える、はいはい、そのセンテンスを適切に引き出し開けてお客様の前に渡して差し上げるだけに今はなりました、ね、うん、さっきのご質問のプライベートのところで言うと、うん、気楽に休めるようになりました。あ、はい、やっぱりプル時代は休みがあると不安みたいな感じですか。はい、休みあると不安ですしやっぱり、まあ、休まず働くことも美学だと思ってたし、うん、はい、そういう文化もあったんですよね、うん、はい、休むことが悪だと思っていたので、うん、で、ホルスに入って、まあ、数字ももちろんやりながら、やるべきことはやってっていう話なんですけれども、うん、あの、一回バッて休みを取って、妻と旅行に行ったんですよ。はいはいはい、3日間ぐらい。はいはい、で、それが本当に楽しくて、はいはい、で、妻も、いや、本当楽しかったって言ってて、またこうやってここに来るために、また仕事頑張れるなっていう、うん、このメリハリの部分をすごくこう、はい、真に納得して体感できたっていうのがあったので、うんうんうん、プライベートもかなり充実してきましたし、はい、これが一番大きいかなと思うんですけど、はい、プルデンシャルの時って、まあ、売りたくて仕方なかった。その辺歩いてる人みんな見込み客みたいな感じですか見込み客に飢えてる。まさにそう見えてたんだと、みんなそうですよ。1年目、2年目と思うんですよね。だからこう、友達とご飯行ってても、なんか保険の話できないかなとか、まあ思ってしまっていたんですよね、はい、無意識に、はい。で、今ってどういう風になってるかっていうと、まあもちろん保険の話にいつか繋がればいいなとは思ってますけれども、うん、別に売る気はないし、うん、純粋に僕と仲良くなってほしいなっていう風に、うん、いろんな人と会ってるので、はい、どん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 人紹介してもらえるんですよ。そうなんだ。今はもう紹介営業ですか。はい、紹介営業だけ。それはもうその不安とかはないですか。不安はもちろんありますけれども、不安持ってるっていうよりはこうなったら楽しいだろうなっていう未来に向かって、うん、なんか期待を持ってこうワクワクしてできてる。そういう活動変わると紹介もやっぱすごい出るんですね。だってそんなにやっぱ変わるもんなんですね、紹介出る出ない。そうですね、まあ、やっぱり楽しそうにしてる人とか、はいはい、なんか余裕持ってそうな人とか、うん、売りに来ない人だったら、うん、真に彼保険詳しいから、はい、テラケンは保険のプロフェッショナルだからって言って紹介してくれるんですよ、はいはい、なんかこう保険っていうワードが出た時に、うん、テラケンだってフックがお客様にかかっている、はいはいはい、ことがすごい大切だと思うので、元気に楽しく保険を続けてるよってアピールをし続ける、はい、まさにつなぐさんにもそれは助けてもらって、いやありがとうございます、はい、で本当にああいうツールも活用させていただいてよかったなっていうところから思って、いやありがとうございます。寺中さん、弊社のつなぐんというですね、はい、まあ、保全サービス使っていただいていると思うんですけど、はい、LINE 公式を開設してフルサポートプランをご契約いただいてまして、はい、まあ、そのあたりにお話聞ければなと思うんですけど、どういう感じで使っていただいてるんですかね。そうですね、まずは保全、はい、自分のお客様の保全ツールとして、はい、月に2回、1日と15日にお得情報だったりとか、はい、金融関係の情報提供を一方的に配信させていただいているっていうのがまず1点、はい、であとは2つ目で言うと紹介展開とか新規開拓のツールとしても使ってます。紹介とか新規開拓でも結構使えますか。使えます。どういうふうに使ってらっしゃるんですか。はい、僕自身は紹介をいただくときに紹介してくださいっていうふうには今言ってなくて、僕という人間を自慢してくださいっていうふうにお伝えさせていただいてるんですね、はいはい、でその上でただ自慢してもらうだけではなくて、うん、お客様に
公式 LINE を、持ってる人だからっていう風に言ってもらって、はい、その公式 LINE を投げてもらって、うん、とりあえず登録だけしておいてください、うん、で何か本当に相談をしたいタイミングになったら公式 LINE に直接返信すれば寺中さんにつながるからっていう話を、うんして、その場で面談のアポを取り付けるっていうよりは、うん、その方がこうニーズが来たタイミングでしっかりと紹介ご案内が来るようなつなぎ合わせるツールとして、公式 LINE って、はい、お客さんに見せた時に、はい、いい感じのリアクションとかってもらえますか？もらえます。どういうリアクションもらえるんですか？すごいねってまずなりますよね。こういうの作っててみたいな。はい、あ、嬉しい。なんかそれこそなんか芸能人とか、うん、ビジネス系の、まあ、すごい人になっちゃったのってまず初見で言われて、なんかすごいですねって言われたのが記憶にありますね。一番最初にブランディング化できてるっていう感じですか？そうですね、ブランディング化も相当できると思います、うん、LINE 公式は今何人ぐらい？僕で今200名ぐらいです、ね、でも結構多いですね、はい、200で。あ、そこからももう契約も出て、はい、はい、契約もいただきました。ありがとうございます。ご相談のさせてくださいっていうところから入って、はい、ありがとうございます。連絡とかも多かったりします？ LINE 公式から。あ、そうですね、配信した当日は特によく連絡を、あ、リアクションをもらって、はい、いつもありがとうございますっていうだけの方もいるし、はいはいはい、ちょうど気になってたんです、はい、これとかっていう方もいますし、はい、あ、ありがとうございます、はい、どんな人が使った方がいい？そうですね、これは全員なんですけど、はい、お客様がこれから増えていくであろう方、うん、まあ、個人マーケットやってる方、うん、今、お客様をたくさん抱えてらっしゃって、保全っていうものに対して、はい、課題を少しでも感じてる方、うん、っていう方はもう皆さんやった方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。ありがとうございます、はい、いい話をたくさん聞けましたね、はい、結構総括するとですね、まあ、テラケンさんは東京会場からプルデンシャル、この決断って結構大きかったと思うんですけど、はい、なんか今回そういう就活とかでも悩んでる人とかももしかしたら見るかもしれない、ね、今、まあ、もちろん就職して1年目2年目とか転職考えてる人とかもいると思うんですけど、うん、まあ、その人たちに向けて何かメッセージ、アドバイスというか、この悩んでてもしょうがないんだよってあるじゃないですか、はいはい、意外とその後悔するのかどうかとかみんな結構そういうの考えてると思うんですけど、うん、そのあたりお言葉いただいてもいいですか？まさに三浦さんが言ったように、はいはい、悩んでても仕方ないっていうことに尽きるんですよ、うん、でやっぱり人間って、うん、やった後悔よりやらなかった後悔の方が強いっていうので、うん、はい、やっぱりこれは心理学的にも出てますし、うん、やらないと始まらないんですよ、うん、で結局やってその決断が正解だったか不正解だったかっていうのって、その決断をして自分が未来どう生きるかによって変わるんですよね、うんうん、だからその決断を正解にするのも不正解にするのも未来の自分しかないと思うので、うんうん、まず決断してそれを正解だったなって思えるような日々の活動行動をすることの方が大事なんじゃないかなって。バラシは本当に29歳ですか？梅沢さんのところはすごいですね。弟子っていうことで弟子でやらせていただいてます。やっぱり一社専属から結構こう代理店にまあ行きたいなって考えてる人もやっぱり多いと思う。さっき田中さんおっしゃってたように、一生担当するのにって言ったのに出るっていうことに対しての抵抗があるっていう人も、うん、まあ、結構聞くパターンあるじゃないですか。そういうそのあたりってお客さんにこう回っていった時にどんな感じのリアクションだったんですか？あ、それで言うと、はい、まず伝え方をすごく工夫しました、はいはい、お客様には全員に、まあ、連絡を取って会いに行って、はい、まあ、ズームの方ももちろんいらっしゃいましたけども、面と向かって、移籍しますって言いましたね。あ、いいですね。移籍って言葉いいですね。まあ、席を保険会社、うん、保険という仕事は、変わらずやるんですけれども、うん、代理店という環境に、身を移しますと。はい、で、まあ、もちろんその時にお客様からすごいご不安の声をいただいたりとか、はいはい、って言われることはもちろんありました、うん、ただその後しっかりと説明したんですよ、うん、今この保険業界がどうなっているのかっていうことだったりとか、うん、自分がお客様を一生本当に担当するっていうことに対して代理店を選択しているので、その意図っていうのはこういうことがあって、でその上で、まあ、プルデンシャルのご契約は置いていくことになるけれども、うん、何かあったら連絡をいただければいいし、その保険のプルデンシャルの担当者の名前に僕が入ってなくても、何か保険に困った時寺中に連絡が来ればそれは担当していることだと思ってるんで、うん、まあ、そういう話を直接お客様にさせていただきました、まあ、そうするとお客様も、あ、それだったらむしろ今後例えば子供が生まれたりとか、それこそ親御さんが相続でとかってなった時も
相談しやすくなりました、ありがとうって言われることが多かったですね。保険募集人さんに、まあ、その医者専属の方にその、まあ、メッセージを伝えるとするならば、あの迷われてるんだったら決断をする人するのも一つなんじゃないかなと思っていて、はいはいはい、その自分の中でプルデンシャルは今でも好き、大好きだし、うん、尊敬してる人もいっぱいいて感謝もしてるんですけれども、じゃあ今の環境と比べてやっぱり今の方があのお客様にこう広い意味で保険屋さんとして価値提供できてるなっていうふうには思いますし、うん、やっぱり一生担当するのって言ったのにっていう話で言うならば、代理店に出ても一生担当できる。本当にそうです。一生担当です。一生担当です、はい、本当に、うん。僕はやっぱり辞めないこと、業界を辞めないことです。が大事だと思います。いや、すごくあの励みになる方多いと思います。うん、はい、あと最後に、寺健さんも今後どうなっていくのかなっていうところ、はい、今後の展望とか、そういう夢みたいなのがあれば聞きたいなと思いますけど。どうですか。はい。ありがとうございます。まあ、ずっと言ってるんですけれども、まあ、近い目標で言うと、まあ、TOT を必ず達成します。TOT、20代で TOT。20代で TOT。すごいですね。はい。まあ、もうすぐ30になってしまうので、30になる年で、はい。この年ではやりたいなとは思ってます。うん、で、まあ、なんでかっていうと、まあ、2つあって、まあ、1つは、やっぱりこう、梅沢さんにやっぱ恩返ししていきたいっていうことだったりとか、うん、自分の成長、成功っていうところをこう、まあ、描いて内発的な意味合いでなりたいっていうのがあるんですけれども、やっぱり2つ目の理由の方もかなり大きくて、お客様のためかなとも思ってるんですよね。で、保険って無形商材で出口がまあ10年後とか下手したら20年30年先になる話のお話をさせていただいてると思うんですけれども、じゃあそれが本当にいいものだったのか悪いものだったかなんて、お客様って保険料お支払いされてる時って分かんないじゃないですか。でも自分の担当者が TOT という業界でも唯一無二で世界的にもトップ 0. 何パーセントっていう世界にいる人から自分は保険入れてるんだって思えたら、少し安心してくださるかなって思うんですよ。やっぱりこう自慢できる担当者になりたいっていうふうに思いもあるので、 TOT っていうところを掲げてやりきりたいし、それをずっと一時的なものではなくて継続し続けるっていうことはまずしたいなと思ってます。その上で保険業界がもっと良くなればいいなっていうふうに思っているし、本当に、まあ、それこそパパって保険屋さんやってるんだよって言ったら、うん、将来の子供がすごいねって言ってくれるような、そんな職業になれたらいいなっていうふうに僕は思ってます。素晴らしいですね。本当になんか寺健さんみたいな方がもっとどんどん増えていただければ保険業界良くなっていくなっていうのを感じました。良くしていきたいですね。良くしていきたいですね。胸を張って言えるような、はい、結構ロングインタビューほぼノーカットでいきたいと思います。本当ですか。ノーカット今後も2回目3回目と、今日初の外だったすごいいい景色で、はい、景色と田中さんの爽やかなイケメン具合がもう血としてはもう最高の撮れ高でございました。ありがとうございます。でちょっとこれ1回締めさせていただきます。はい、引き続きよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。